神奈川ナンバーワン入ってきた。神奈川1位来たよ。俺だって稲沢1位よ。ドラマリアンピン強え。俺選ばれたの俺だわ。残りの96人どこ行ったんだよ。いやーでもどうなんだろうね。リーチになった瞬間スッと出てきたけどいや違うでしょ。まず早速その事前に募集した人たちとやりましょうよ。やるか。やりましょう。一旦やりましょう。まあちょっと一旦俺たち3人の中の序列も決めときたいんでね。序列、はい、まあ結構2人の話聞いてるとやってそうな感じはあるっすね、うん、でも実は僕関さんと一番最後に麻雀やった時サンマーだったんですけど、うん、俺2曲やって1回も上がってないんですよね。まあ大したことなかったね。はい、口だけ口だけすげえ語ってたけど、はい、語ってたかなまあ語ってたか。まあ役は覚えてんだろうなって感じはしましたけど、いおりさん役はどのぐらい、うん、ちょっと待って、なんかちょっと待って、あ、この人がこの人があれか、ちょっと嘘でしょこれもう画面映していいのかな。めっちゃ強そうな人来た。何これ、入りましたね。え、これ自称とかじゃなくて、自称じゃなくてなんか神奈川ナンバーワン入ってきた。神奈川1位来たよ。え、嘘、ちょっと待って、いや俺だって稲沢1位よ。ドラマリアンピンプレイヤーはおい稲沢狭いって言うなマジで。実況は私小山剛、神奈川ナンバーワン入ってきた。解説は土田康生です。始まった。俺実況オンにしたんだけど、俺実況オンの方が絶対楽しいですよ。俺実況オンにしてみたらなんか喋ってる。俺もずっと喋ってる。ちょっと声小さくしよう。やばい、はいはい、何も見てなかった、これまずい。あれ、あーなるほどね、そういう感じか。これ、結構2人とも慣れてないですね、そんな迷いながらやってたの。ちょっと頭おかしくなっちゃった俺もちょっと今日ね、あのなんかいろいろちょっとあったんで。え、これ、あ、そっか俺キーボードのキー表示されてるんだけど、俺キーで入りきれんの、もしかして。あ、これドラフトちゃおう。ペース、このまま静かに進行していくのか。え、これキーボードのキーで捨てれるよ、ほら。あー、そうだね、これ全部ショートカットだからマウス持たなくていいよね、多分。あ、来た、リーチ。おっと、ここへプレイヤーどうするんだろう。なんだ、ロン。おー、はい、先のいい、神奈川1位、俺筑豊1位の神奈川1位勝した。やべーリーチ一発ピンフ、これやばいぞ。はぁ強い。よし、おい神奈川1位瀕死だぞ。瀕死だ、もう震えてる、ガタガタ震えてる、痙攣してる。神奈川落としに行くか。神奈川1位プレイヤーはシャチャです。ここも我慢した。なんねこれね、ねねこれねどうしたどうしたどうしたんですか。むずいね。各社相手の出方を伺ったプレイヤー、ずるいんですか。いや、むずいね。むずいっすね。でもだって神奈川の人ここフィンズ怖いな。フィンズえぐいね、あれフィンズで怖いですよね、出すの。あ、ちょっと待って、やられたくない。しかも9ピン入ってたから、やばい、時間なくなる。あ、やばい、これでやっぱりな、うわ、時間なくなる。やばい、やばい、やばい、うわ、なかったー、跳ねたー。ね、これね、お、やっぱね、お、やばい、復活してきた。しかない、あ、やーべえ。いてえ。お、やべえ、俺関さん殺して。いや、ちょっと安心だな。ドラは急走、まあ、プレイヤーはなんちゃです。こっからよ。この曲を制することができるのか。リーチはできますよ。何の意味がちょっと点数稼がないと。ね、とりあえず様子見ですか。なんかマサノリチャンネルみたいな声の人いるな。何か一人いますよ、うん、なんとかですよねって言ってる人いるっいる。そろそろチートイの出番か。あ、いるわ。この範囲にやばい、あ、やばいやばいやばい、これはちょっと待って、マジでやばい。これは華麗な打ち回し。これは下茶の現物ですよね。
バカにしてる？いや、してないしてない。いや、知り合いに似てるだけですよ。これ、どうしよう。俺もね、わかんねえとな。さあ、ラスハイだが。はい、ポーンと。はい、ポーン、それポーン。でも次のその、死ぬかもよ。という間にいい大丈夫。ストレートに引けるかな。上がったら俺が。ここも我慢した。上がったりますわ。ここはドラを引いた。なんか怖すぎるかも。なんか何でもないシャアでもベーン。ベーって言われるとドキッとするんだけど。ここでも仕掛けない。ずっと鳴ってますよ。ベーって。盛りやすいよね。あ、スパンだ。そう。はい。まあちょっととりあえず稼いできますか。まあちょっと進めていきますか。おやり蹴ってくれて俺もありがたいよ。嬉しいですよ。なんすか。ナイスです。ナイス。なんすか。いや違う普通に嬉しいですよって話ですよ。そのタイはない、タイはない。プレイヤーは親です。うん、コメント欄で早くない。これはきつい。いや、分かる。逆転することがでさ、怖い。間違えた、間違えた。シモちゃん、ここで取るな。なんてことは、逆転される可能性が。一歩も下がらないぞ。はい、あ、しもちゃん、これは思わぬ失点。ほら、もう上がっちゃったんだ。あや、でもそんな、うわ、もう上がっちゃったんだ。安めの方だ、安めの方でよかった。乗ってねえし、よかった。あぶねえ。よかった。よかった、まだ3位だ。しゃー、まだ3位だ。終わりです。終わりました。よし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 。You win。やべえ称号つけてる。強そうな方ですか？めちゃ強そう。ああ。なんだこれ。小さく、なんて書いてあるのこれ。なんかキャラクターが。トゥーオー。何これ。トゥーオーで、トゥーオー。トゥーオー。それはだいぶトゥーリオに。ああ、なんか本当に強そうな人来た。トゥーオーだよ。すげえ。目に選ばれし者って書いてある。目？月じゃない？目っすかね。月っすか。月に選ばれてんだよ、俺絶対強いじゃん。すげえ！これ選ばれたの俺だわ。ちょ、これガチで、これ選ばれたの俺っすわ。いや、これ俺っす、これ。これ、いおりさん気にしなくていいっすよ、これ。いつも言ってるやつ。今回行くっす、俺。これ選ばれたのは俺。どうかな。じゃあ。これね、この1位獲得条件がね、分かるのマジで嬉しい、俺。1位。これ何に泣いた、俺。おい、適当に話すんだって。いやいや、違うんすよ。分かってなくてもアシストがなんとかしてくれるんすよ、このゲーム。これいいことっすよ。ね、まあ、全く分かんなくてもね、アシストして形にしてくれるんすよ。こんなにいいことありますか。何やった俺。いいとこっすね、これ。ネットマンの目つぶってやってんのかと思ったわ。あ、こっちまでこれなんだ。あ、分かりやすい。俺震えろ。震えろってそれ1000点じゃねえか。あれ、これどう震えろってんだ。やばい。リーチ。なに？つえ！絶対嘘。絶対嘘。こもってなかった。俺にはわかるよ。つえぞ。カン。カン。うわ。やべ。なんで俺カンしたんだよ。勘が光ったら押しまう。押したくならアシストしてるんだよね。やべ、ちょっと待って、うわ無理だ。うわ勘。おっ。行くぞ、歯食いしばれ。みんな頭おかしくなっちゃった。行くぞ。このタク、このタクバカ2人います。俺と関さんです。怖いね。なんかね、このね、あ、やる。まさでな、危なかった。俺成し遂げた。やった、成し遂げた。うわっ、うわやった。あぶれ。こんななんか途中ミスったみたいなこと言いながらしっかりやってるじゃないですか。はい、
でも最下位です。でも最下位。まだ上がれたら。上がれたら。上がれたら。成し遂げた。成し遂げた。上がれたらいいの。成し遂げた。こっからさ、参加型になるんですよ。このゲーム。まあ人とできますよっていうそのあれがあるんで参加型になるんですよ。オワコン、オワコン俺ちょマジで頼むよ、頼むよマジで。部屋名が関裕太討伐戦で、関裕太がひらがな、討伐戦が漢字3文字、パスワードが1234321。キャー、ちょ、トイレ行ってください。あ、来た。よかったー。おちょっとエントリーめっちゃ来てる。ちょ、トイレ行ってくるわ。俺エントリーどこまで行くか見よう。ちょ、トイレ行ってくるわ。これはもう100万じゃんしよう、100万。おぉ。ちょっと待って、これ。あれちょっと待って、俺これ大丈夫かな、俺見てたかもしんない。おい、100万じゃん。100万じゃんしよう。最後の一人まで生き残りかけて勝負しよう。体力開始。ゴー、俺、これ見たかも。大丈夫かな？おい、残りの96人。残りの96人、どこ行ったんだよ。ちょっと待って。おい、残りの96人、これどこ行った？見学してる？大丈夫？残りの96人。やっていきますか、まあ。96人、多分俺たちの周りを取り囲んで、この4人が座って、打ってる中、96人周り取り囲んで見てるんだと思います。感染してるんじゃないかなと思います。多分。ちょっとわかんないけど。96人消えた。これ、いいのかな？せっかく来てくれたのに。あ、あれかも。25組勝手に作られてんのかも。おい、100、エントリー入ってる100。エントリー100入ってる。いくぞー。いきますよー。4人プレイして96人が見学じゃないですからね。ちゃんと25組作るんですよ。なんかさ、早くない？この出して次に操作が行くのが早くない？この間が早くない？この間が。ポンと置いて手引き終わるまでできないとか結構ザラじゃん。これめっちゃテンパ早くない？さっきから。このゲームマジでテンポいいわ。ケチなテンポ拾う気なし。やっぱ拾います。やっぱ拾います。あ、俺が。はい、強いと。はい、強いと。はい、次いきますよ。はい、関裕太討伐戦いきますよ。これ皆さんね、ちゃんと打ってくださいね、最後まで。25組これ、デスマッチ始まりますけど、101人での。これ1人破れますよ。1人破れますよ、これ。4×25 で100なので、1余りますよ、これ。これちゃんとね、やってくださいね、皆さん。逃げないでくださいよ。関裕太がいないからって。皆さん、まあ、抜けてもいいけど。100人いるんだからちゃんと触れてやってください。あ、テンポいいなって多分わかるはず。これスマホでできますよ、スマホで。ね？ MJ。スマホでできますよ、これ。これめちゃくちゃ俺いいこと言ってない？テンポいいし、スマホでできる。これ LINE で、LINE で招待できますよ、これ。LINE で招待コード送ってできますからね、これ。俺めっちゃいいこと言ってない、今。これ多分第2回あるな。あ、ちょっと待って、出てるよ、これ。あ、出てるわ、ダメだ。あれ？でも頭1個あってもいいのか？ダメか。あれ？頭1個あってもいいのかな？これ今出ちゃったな、しかも。本当に！いやでもこれ自分で引かなきゃダメなんだよね、多分。これあれだね。あれこれ劣化版だね。劣化版。これ。三暗黒だね、これ。三暗黒になっちゃうんだよ、これ。これ自分ででももうなかった、今。なかったから、ポンするしか、ロンするしかなかった。これ自分で引いてたら4暗黒になるよ、これ。3なんだよ、これ。だから暗黒がちょっと弱いんだよね。闇が弱い。まだ。4暗黒になるよ、これ。テンポ良くてよかったな。そこに関して、マジで。早い。結構せっかちの人いいと思うわ。こんにちは。あ、あいつ、ちょうど今ね、はい、ラストマッチ終わって帰ってきました。2位になっちゃった。僕はボロ勝ちでしたね。あー。ボロ勝ちですね。自分で引いたら4暗黒だったけど、
ちょっと闇の力が足りんかった。ああ。暗黒騎士になれんかった。なんか大丈夫のか、あの視聴者が捨て牌で川に337とか切ってなかった？切ってねえ。あ、切ってねえか。いやーでもどうなんだろうね。リーチになった瞬間スッと出てきたけど。いや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 違うでしょ。今最後違うと思いますよ。最後あと1個ってなった瞬間にスッと出てきたね。次の手で。ああ。揃った瞬間。いや、よくあるしマージャンなんて。まあ、ね、あるかな。